こんにちは、こんばんは、サレノです。今日はですね、2月に行ったホテルを一緒に見ていけたらなと思って、こういう感じにしてみました。ちょっといつものホテルレビューと雰囲気を変えてみたかったので初挑戦です。ということで、今回行くのがこちら、ベイホテル銀座ですね。早速入っていきましょう。そう、入ってね、すぐこんな感じで大広間みたいな、広間、大広間ではないか、待合スペースみたいな感じになってます。で、コインロッカーもあって、結構ね、大きいサイズもあるから、大きめのキャリーとかで旅行してる方も楽ちんなんじゃないかな。で、エレベーターに3階が受付って書いてあったんで上がっていきましょうね。ここね、めっちゃカチカチしちゃってんの、ごめんなさいね。本当にちょっとあのカメラの設定がさ、慣れてなくってさ、ほんと眩しいんだけど、どうにかね、編集でどうにかしようと思ったんだけど、いまいちできなかった。はい、ということでね、受付着きました。そう、受付はね、男女ともに一緒です。可愛らしい女性の受付の方が、あのこのキーを渡してくださいました。このキーで女性専用フロアに行ってきます。多分ベイホテル銀座はドミトリーない、あの共有ドミトリーないんじゃないかな、わかんないけどね、ごめんね。でもとりあえず私は今回女性専用フロア、こちらですね、行ってきました。あ、自販機もあるね。はい、ここに入っていくと、うん、あ、そうそう、ここでね、靴脱ぐ感じになってるんですよね。で、脱いで、あの受付でいただいたカードキーと同じ番号のところを使います。で、そう、ピッてやって入っていきます。え、なんかすごい、え、そうなの、え、めっちゃいい香りするんだけど。あのね、めちゃくちゃいい香りしたんだよね。なんか、え、何か分かんなかった。もうなんかね、すっごいいい香りしたの。あ、で、ここがロッカースペースですね。ここもね、ちょっとチカチカしちゃってて申し訳ないんですけど、ここも番号と同じロッカーを使います。で、ロッカーの中がこんな感じ。なんか手振ってんだけど。はい、そう、バスタオルとかね、ちゃんと入ってますね。で、こっちの通路を進んでいくと、こちらがなんか、あの作業できるスペース、ご飯食べたりとか、なんか作業したりとかもできますみたいな感じ。このね、椅子がふかふかでちょうどよかったですね。私この日一日中作業させてもらってました。で、館内図がここに貼ってあります。こんな感じになってるみたいですね。でも私さ、館内図とか見てもちょっとあんまいまいちよくわかんないんだよね。はい、まあとりあえずね、でも廊下はこんな感じで一直線だから、まあ特に迷うとかそういうのもないです。あの普通に使いやすいです。で、進んでいくとこんな感じでね、アメニティがめっちゃ、もうフリーアメニティみたいな、多分そんなにいっぱい持ってっちゃダメなんだけど、あのご自由にどうぞみたいな、必要な方どうぞみたいな感じだったんですよね。歯ブラシとかめちゃくちゃありがたいですよね。こちらがシャワーと、ここがあとランドリースペースですね。洗濯、あ、シャワールームです。洗濯機もあるけどシャワールームですね。はい、こんな感じ、綺麗。そうでね、ポーラ化粧品なの、全てがポーラ化粧品なの。このハンドソープもポーラ化粧品なの。私さ、こういうホステルである中で一番ポーラ化粧品すっごい好きなんですよね。あ、で、この横がこの、なんて言うんだろう、メイクスペースみたいな感じになってました。こういう風に別でさ、結構広く用意してもらえるの。ここはここでまたね、別のね、お手洗いっていうか、なんか洗面台スペースなんですよね。そう、こんだけあったらさ、いくらね、女性専用フロアといってももう混雑せずに済みそうだなと思って。しかもあのドライヤーも結構なんかいい感じのやつで、あの風圧がしっかりあるやつ、まあ、このね、乾かし方したらマジで髪痛むと思うけど。他の設備を紹介したところで、感じのお部屋を見に行きたいと思います。こちらが宿泊スペースです。めっちゃムーディーよね。なんかすごくない？ちょっとワクワクしての顔でも伝わるでしょ。あ、ね、ここね、ここです。そう、真っ暗だね。そう、すごくない？え、広いし、なんかちょっと和な感じがさ、ちょっと落ち着きますよね。そうでね、鏡もあるから、もうほんとさ、どんだけメイク直させてくれるんだって感じじゃない？え、アラームなの？そう、アラームもね、ついてたの、ここ。いいよね。ちょっとさ、やっぱカプセルホテルって起きれるか不安じゃん。いや、めっちゃね、落ち着くなと思いました。で、あ、
足湯もねちゃっかり使って、足湯撮りながらちょっと他の動画も撮影したりしたんですけど、もうねすごく居心地が良かったです。そんな感じでどうでしょうか、このワイプのねやつね、ちょっと初の試みじゃん、うまくできたかちょっとわかんないんですけど、まあ雰囲気伝わったよって方はぜひねグッドボタンやコメントなどでお知らせくださると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、また明日も見てね。